ジノーンラボ、時刻は16時半を回りました。趣味から地域のことまで情報発信するジノーンラボのお時間です。パーソナリティは私、相談丸でお送りします。なお、この番組では視聴者からのメッセージを受け付けております。メールアドレスは 797@fmginowan.com です。ツイキャスト、YouTube ライブも配信しております。FM ギノワン公式アカウントからご視聴いただけます。サイマル放送も始まりました。スマホの場合はアプリリッスンラジオでお聞きいただけますので、 FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。完全全編同時編集をご覧いただけます。はい、さて今週も始まりました、ジノンラボ始まりました。はい、で今日です、今日もです、今日はですね、2週間前イースタンユースを特集してした時にゲスト出演してくれました一丁目さんが今週も来てくれました。どうも、はい、はい、一丁目です。こんにちは、はい、また来れて光栄でございます。はい、一丁目さん今週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。2週間前イースタンユース特集して、はい、今回は何を持ち込んできましたか。今回はですね、こうやってね、昔のね、発売日不明のビヨンズと言いたいところなんですけど、今回は、映画5月25日にドキュメンタリー映画の DVD が発売される、なんとファウル。お、ファウル、皆さんファウルご存知ですか。ファウルというバンドですか。そうです、ファウルというバンドの特集なんですけども、ファウル聞いたことは、僕もまだ把握してないんですけど、名前は聞いたことあります。ファウル、はい、名前だけしか知らなくて。なんと17年前活躍していた17年前に活躍していたバンドでございまして、なんと17年前に活躍していて、あの7月、今年の7月に復活、要は活動再開するまで一切、演奏したことがないバンドを紹介します。あ、そうか、今年ね、そうでしたね、確かにもうね、はい、ファウルってこのバンドが再結成するって人が、はい、ネットでね、一応もう音楽、はい、ロック好きな人たちからもすごい騒がれてましたので、はい、騒がれてました。どんなバンドってファール、はいね、まあ、でもまずファールってはどんな感じのバンドなんでしょうか。ファールはですね、3ピースバンドなんですけど、はいはい、ですね、あのイースタンユースと同じレーベルのバンドだったんですが、はいはい、イースタンユースのファンにファールの評判を聞いたんですけども、はい、イースタンユースのファンの方々はですね、ファウルの時苦痛だったとかですね、ファウルに耐えられなかったとか、そういう苦情をね、いっぱいいただいたんですけど、私自身はファウル大好きでして、はいはい、でそんな私がファウルを好きになった曲をまず1曲聴いていただきたいなって思うんですけど、はい、いかがでしょうか。はい、わかりました、はい、ではまず1曲目聴いてもらいましょう、はい、ではファウルで私は求めない。シャツ、ネクタイみたいな、七三分け、メガネみたいな、サラリーマン、そうそう、サラリーマンなんですよね、感じで、あのそれがですね、すごくかっこいいです。あ、うん、なんかあのそういうね、あのいいところを全部外してきちゃう。へー、 そう、でそれはね、意識してやってる。それは無意識じゃないんです。意識して俺たちはこれがかっこいいぞと思ってやってるんです。これはですね、この映画の中で実際この話が出てくる。なんかね、あのギターの位置とかも、ね、めっちゃ高いんですよ、この持ってる位置とかね。
この、ね、あの昭和でいうとバタヤンみたいな、そうそう、バタヤンみたいなバタヤンスタイル、バタヤンスタイルのギターなんですけど、そのギターも高い方がむしろかっこいいって。ああ、なるほど、はい、そうそう、ミスタン吉野さんとギターの高さを比べてたっていう話があります。ギターですか、吉野さんは低いですからね。ちょっと、ちょっとおへそは少しギターストラップ、あ、でも短めだった、短めではそうそうそう、どっちが短いかで勝負してたらしいんですよ、なんか噂ではですね。そうで、このドストエフスキーグループっていうグループっていうね、このアルバムでして、あのドストエフスキーであのお話わかるかもしれないですけど、あのとってもですね、文学の、ロシア文学とかですね、海外文学の影響が強いバンドで、あのドストエフスキー、まあ、ご存知のようにロシアの作家 で、あとね、いろいろ あるんですけど、トークの時に言おうかな、どうしようかな、まあ、あのゲルマーヘッセとかね、毎回あげます、はい、はい、お届けしたのは、私は求めないという曲でした、ね、なんていうのかな、さ、文、すごいな、なんかインパクト、ちょっと初めて聞く方でちょっと衝撃的っていうか、なんかね、異物感がすごいんですよね、異質的でね。でもね、私はね、これを聞いて初めて買った CD で、ファウルだったんですね、はいはい、初めて買ったファウルの CD これなんですけど、うん、すぐ好きになっちゃったんですよ、一発で、この1曲目で、あ、こんなの聞いたことないと思って、なんかあの、なんかこう言うと大げさなんですけど、私、はい、ビーフハート聞いた時ぐらいドッキリしたんですよキャプテンビーフハートを初めて聞いた時ぐらい、なんだこれってなっちゃって、なんかそうそう、キャプテンビーフハートって、うん、ね、ミュージシャンがちょっと、ミュージシャンがね、ちょっとね、ぶっ飛んだ方なんですけど、なんかぶっ飛んだ方なんかね、皆さん調べてください、なんかビーフハートのを聞いた時ぐらいびっくりしたんですよ。で、これはかっこいい、こんなのやってる人他にいないと思って、うん、すごく感動して、それで好きになったんですよ、うん、じゃあすごいっすね、ツバメが飛び交い涼しい空模様、飲み込んでついてきて返してねって、この何、そうそう、返してねって、このそうそう、返してね返してよそのボール、そう、なんか迫ってくる、そう、なんか、そう、なんかね、あの感情、この文学の、あの影響を受けてる文学がの偏りがなんか強くて、なんかね、直訳したみたいなね、あ、言葉になってますよね。ちょ、なんかさっき言ってたロシア文学の影響を受けてるって言ってましたね、はいはい、なんか それ待ってからちょっとなんか 暗いっていうのも感じましたねロシア文学自体も暗いから、暗いドフトエフスキーグループってタイトル暗いに決まってるドフトエフスキーなんて暗いんですよ、そう、むちゃくちゃ暗いですから ね、他にもですね、ゼンダの魂とかですねいう曲があるんですけど、はいはい、それはですね、この映画の、今回映画ガンガン押していくんですけど、この映画のね、前段の魂が徘徊してるよっていうキャッチフレーズあったんですけど、うん、これはヘルマン・ヘッセ の、うん、あの詩から来てる、あの小説家だったかな、から来てるもので、あ、ヘッセ、ドイツの有名な、そうそう、で、あとですね、このザ・アシスタントっていう、ね、アルバムもあるんですけど、アシスタント、これはですね、あれですね、あのアメリカ の、 あのマラマットさんっていう、あの作家の、うん、あのザ・アシスタントっていう小説から来てる、へえ、そうそう、なんかね、独特なあの文学、海外文学の影響を多大に受けてるっていう感じなんですよね。そうですね、全部一丁目さん持ってきてくれましたはい、なんかね、今回ね、あの言っちゃうと流さないんですけど、いっぱい持ってきましたなんとですね、必要のないものを全部持ってきましたこのジャケットいいですね、はい、この水墨画風刺、そうそう水墨画で、これよく見たらここにちっちゃく、真ん中にちっちゃくあのタイトルが書いてあるっていう、あ、よく書いたら、そうですね、そうそう、よく見たら書いてあるっていう感じです、ちょっと ルーペ見てみないと分かんない、はい、じゃあ、うん、じゃあ続きましてはね、あ、じゃあ2曲目いってみましょうか、うん、2曲目はですね、もうこれはもういっちょむさんが最後まで聴いてほしいと、はい、推しの曲です、はい、じゃあ2曲目いきましょう、はい、裁判所の架空の訓示、はい、
かな、この曲の曲終わったら停止して置いといてもらってもいいで、次の曲すいません、裁判所の架空の訓示なんですけど、あの実は、はい、この元の曲があって、うん、あの一番最初に出したアルバムが、はい、もう多分流さないですけど持ってきましたあのこのね、ファールボールフォアファールメンっていうなんかアルバムに入ってるサイドオーダーっていうこの曲があるんですけども、サイドオーダーがこの最初の原曲をより濃くあのした曲っていう、よりねなんかえぐみを出した曲っていう、うん、熟成されたファールメン。一切関係ないんですけど、いっぱい勝手に CD を持ってきましたけど、書けないんですけど、勝手に、いっぱい紹介したいなと思って。今はもしかして音源全部入手困難ですか？ああ、実は、はい、一切変えません。こんだけ流して、例えば、うん、あ、この曲いいって言って、FM ギノワさんの、ラジオを聴いてくれた方は、誰も買うことができない状況に陥っております。だから、もちろん、サブスクも、解禁されてますね、一部だけサブスクあるんですけど、その一部ではこの曲は聴けません。あなんと悲しいことでしょう、それがありまして、この映画監督の大石監督、うん、大石監督もですね、ファウルが長年お好きだった方なんですけど、はい、あのもうずっともう17年間活動もしていないのに、あの好きなバンド何ですかって言ったらファウルって答えたらしいでもやっぱね、月日が経つにつれてファウル何それとか、ああ、なるほどですね、どの場合も海外のとか言われるようになって、もうドキュメンタリー映画を作ってしまおうと思ったらしい。それでね、もうこれを作ったということで、うん、あ、それを聞いて、あ、このバンド伝えなきゃと思って、そうそうそう、監督さんは、監督さん、うん、でしかもそのファウルの映画を作るにあたって私最初から作りたかったらしいんですけど、あのそれでもまだまだ私には力が足りないと思ったらしく、映画を作るために、まあ、こういうと失礼なんですけど、マザーファッカーを作り、あのレスタン TV の映画ですね、はいはい、作り、ジャストアナザー、あ、ジャストアナザー、はい、原爆オナニーズ の, あの映画を作った上で、うん、私に力ができたと思った上でファウルの映画を撮ったらしいです。そこまで力を入れてるファウルの映画なんですけど、この映画がですね、なんか大好きで、あ、私はですね、うん、なんかね、ファウルの映画3回見ちゃった3回見ちゃいました、3回見ちゃいました、3回もね、見ましてね、その間桜田劇場でやってたんですけど、桜田劇場にですね、私実は中部に住んでるんですけど、はい、那覇が遠くて、まあ遠い2日間泊まり込みで那覇に泊まって、桜川劇場の映画をひたすら3日間見るということで、わお泊まり込みではい、なんか、でもね、人によってはね、10回見たとか聞いたんでね、3回なんて大したもんじゃないです、全然大したもん。そうなんです。ここね、めちゃめちゃかっこいいんですよ。なんか引き迫るような。このね、部分の音の力がいる具合、ライブ映像で見ると、
震えますね。ライブ映像っていうか、実際ライブがあるんですけど、まあ、実際のライブでこれをやるかわからないんです。まあ、すごいいっぱい聴いてくれて嬉しい。曲終わったら CM 入ります。はい、はい。はい。これですね。でもね、今ここ入ってないんです。歌詞じゃないんです。これカバーで。このね、サイドオーダーはどっちかというと英詞なんですけど、それを日本語に訳して、よりね、さっきも何回も言いましたけど、濃く英語味を出す。よりパウルらしさを出したっていう曲ですね。でね、この曲の中で忖度ってもうさっき流れたんですけど、忖度って出るんですよ。私は忖度はパウルから流れましたこのね、世の中で忖度って言葉が出回ってた時期に、私はパウルからもうすでに忖度って言葉を習っていたので、あ、なるほどって思ってました、その時期は。忖度ってことぞ。そう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 、最近やった政治家が使う。そうそう、政治家が言ってた時より前から、私はもう十何年前からあのパウルに忖度は習っていたのでもう2週済みだったっていう話です。なかなかね、難しいんですよね。ステッカーもマジ貴重じゃないですか。そうですよ、超貴重なステッカー自慢でしたただの自慢です。いや、でもどの方がそうそう、パウル好きな人聞いてくれてるみたいなのすごい心配なんですけど、でもパウル好きな人はね、もっと選曲を選べていきそうな気もする。いやいやいや入門編としてはいいんじゃないと。ああ、私はね、入門編のつもりやったんですけど、ここがきれい、最高人物。いいタイミングなんとかありました。いやー、すいません、いきなり音源を再生するのを忘れるっていう事故を起こしました。私大変申し訳ございませんでした。いやでもね、なんかパウルの好きな曲をね、こうかけれるっていうだけで私は嬉しいです。いや、全然すいません、なんか、いえいえ、出かせていただいてありがとうございます。で、そのこれの間にいろいろ勝手にパウルの CD を、ね、買えない CD をバンバンちょっと宣伝します。なんか皆さん勝手に買ってください。ブックシェルフです。このジャケットもいいですね。これですね、全部歌詞カードが、歌詞カード外側が歌詞カード。うーん、10秒前です。はい、マイクあげます。はい、ジノンラボ、ね、ファール特集いかがですか。はい、先を CM 前の流れた裁判所の架空の訓示、これぜひフルで、ね、いっちょみさんの強い気分を流しました。はい、最初ね、あのアコーディオンの
はい、なんか静かなイントロが始まっても重々しいサウンドがずっと流れてくる、はい、いやなんか いいですね。なんか胸をつかまれるような、はい、そう聞き迫る、うん、なんていうか感情がちょっと僕は、はい、しましたね、はい、本当になんか聞き迫っているってで最後のこれ詩がいいですね、はい、何でそう漢字が難しいんですよ。そうこれはですねあのいずれのわだかまりも解けいずれのわだかりも解けて上院がやっと下がりました。流院かごめん漢字分かった。流院がやっと下がりました。いやこれをねあのでも読めるようになるのはファールのおかげなんですよ。難しい漢字はねあの要は音で聞いて覚えるっていうね。そうですね。そうなんかね勉強に役立ててください。一家に1枚ファールの CD よろしくお願いします。日本語詩素晴らしい。そうはいはい、もうあっという間お別れの時間が来ちゃいました、はい、来ちゃいました、はい、すいませんもう勝手ながら私がファウルの宣伝をしまして、であと一つだけ言いたいことがございますので、はい、なんかそれだけ聞いていただいてもよろしいでしょうか、はい、5月25日映画ファウルブルーレイ DVD 発売やーい。99分の本編映像に加え未公開映像やあのミュージックビデオが入っています。お、それを確かめるのはあなたがインターネットで検索してそのボタンをポチッと押して5280円払ってブルーレイを買ってください。それを見たいとちょっと私と話ができません。ぜひ私とお話するために買ってください。はい、ね、ぜひ買ってくださいね。これでまた YouTube とかでもライブ映像とか残ってますので、はい、ぜひファールのをどんなバンド映像見たいライブ映像見たいって方はぜひ検索してくださいね。はい、はい、では本日のジノンラボはここまで。いっちょむさんありがとうございました。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。